から、1年以上が経過した今もなお、セルラン上位をひた走る、大人気ソシャゲ、ウマ娘、そんなウマ娘ですが、稀にウマ娘はオワコン、という意見を聞くことがあります。それに対するウマ娘ガチ勢の回答が、あまりにも的確で的を射ていたため、今回ご紹介することにしました。なおウマ娘がオワコンかどうか、という問題については、中井戸様の大好きな、ゲーム愛を見てみましょう。1位から10位くらいで推移しており、普通に好調ですね。リリース直後に比べると、若干勢いは落ちてはいるものの、今もこれだけ維持しているだけでもすごいことです。全然オワコンじゃねえじゃん。iOS の月間の平均順位がこちら、かなり粘ってるじゃないですか。やっぱウマ娘は強いな。セールス的には全然オワコンじゃない、というのが分かったところで、ガチ勢の考察の方を見ていきましょう。かなりの長文なので、内容をかいつまんで要約します。ウマ娘の問題点を挙げていく、コンテンツ不足のせいで、エンドコンテンツがちゃんみしかない点、ちゃんみとは要するに対人戦。このゲームはもはやちゃんみが全てであり、ちゃんみ育成を妨害するイベントはクソ確定、ちゃんみで使えるかどうかで、ウマ娘やサポカの価値が全て決まる、ちゃんみがもはや手荷物検査、コース条件が発表された瞬間に有効スキルやウマ娘が発表され、それに合わせて育成するだけのゲームと化している。ちゃんみ育成がストレスの塊、ストレス要素しかないので脱落者が増えるのは当然。クライマックスは青春パイよりクソだと思う。理由は育成の長時間か、目覚まし時計が足りない。青春環境では目覚まし時計が余っていたから、クライマックス環境で消費量を増やしたのか、レースでの理不尽な負けが多すぎて、目覚ましを消費しても成果が得られないことがあり、因子がゴミだったら何も残らない。育成で適正の影響がでかすぎる。マイル適正がないと話にならない。エアプが適当に作ったのか、まず最初に適正でふるいにかけられる時点でシナリオ調整ミスとしか思えない。距離適正 S の効果が強すぎる。個人的にゲームから削除してほしい要素ナンバーワン、適正 S が強すぎて S にならなかった時点で終了。あまりにもイカれてる。良いのはキャラクターとストーリーだけ。それ以外のセンスがクソ。アプデが毎回ずれている。ルムマの UI が信じられないくらいクソ。しかも改善までに異常に時間がかかる。最初からそうしろというアプデしかない。これまでに開催されたイベントがどれも微妙。育成を走ってルーレットを回すだけ。脱落者が増える一方で新規に厳しい。クライマックスではイベントが省略され、新規のことなんて全く考えられていない。イベントを見るためだけに URA を走れというのか。ウマ娘を楽しむためには楽しんでいる人がいるコミュニティに入りましょう。いやー、何から何まで完全に同意ですわ。これぞまさに事実陳列罪ですね。私は育成1200周課金額70万程度うろ覚えで、クライマックスがクソすぎてやめたぜいですが、この人の言っていることは全て正しいです。やはりある程度やり込んだ人が考えることは同じなんだなと思ってなんだか安心しました。ちなみに課金額150万、ちゃん21巻のガチ勢もこの記事に対して何から何まで同意ですとツイートされています。この手の要望ってそれこそ以前から大量に再現の元に届いているはずなんですよ。それがなぜゲームに反映されていないのか、私は不思議に思えてなりません。特に育成時間、 URA の時点で育成時間が長すぎるって散々言われていたにもかかわらず、青春、クライマックスと時間を重ねるごとに、短縮するどころか逆に育成時間が伸びています。これ一体なぜなんでしょうか？嫌がらせですかね？本当に意味がわからない。サンディ部門と、シナリオ部門に関しては、全く文句はないです。ただゲーム部分がね、しかも育成時間が伸びてるのが絶望しかない。私はこの文章を読んでいて、ウマ娘をプレイした頃の、様々なトラウマがフラッシュバックしました。頭おかしなるで、そんな体になっても、私はウマ娘が好きです。狂気。この文章に書かれていることは、本当に一字一句全て正しいと思うので、ぜひ再現にも読んでいただきたいです。少しずつでも改善していけば、さらに良いゲームになるんじゃないでしょうか。もしかしたら私は、ツインターボ実装時に復帰するかもしれないので、その時までに改善されていることを願っています。誤解のないように言っておくと、シナリオやキャラを追うのがメインの、ライト税的な遊び方なら、ウマ娘はとても楽しめると思います。まだプレイしたことがない人は、ぜひ一度やってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。